商品レビュー専門の J です。イヤホンを探してて、低音が欲しい。もう低音が一番。もうボンボン鳴らしたい。通勤通学でも使いたい。外でも使いたい。そういう人に嬉しいもの。ハイポックス JP 様から提供を受けました。この Bluetooth のイヤホン。こちら。これは低音がすごいですね。低音豊かですよ。もう高音なんかより低音が欲しい。ベース、バスドラム。ガンガン来ますね。形は耳かけ型。ただこれの嬉しいところ。この耳かけのフックが柔らかいんですよね。もうベロンベロンって感じですよ。だからより長時間の装着は快適です。つけるとき、両手が必要ですね。片耳ずつつけてください。非常に軽いですよ。低音が過剰に強い。だから残念ながらクラシック音楽には向いてないですね。ティンパニーとかコントラバスが他の楽器をソフトにしてしまいますね。干渉するんですよ。だから向きません。その一方でポピュラー音楽はエネルギーが高いですね。低音から中音は非常に元気がいい。ただちょっとシンバルが投げやりに聞こえますね。ボーカルは他の楽器に隠れてるという感じ。スネアドラムのアタック、非常に強いです。カーンときますね。耳掛け式で書き心地もいい。多少引っ張られても取れない。だから通勤通学で便利です。実際これ前にかけてますけど、余裕がありますので後ろ掛けがいいですね。こんな感じ。これで使ってください。通勤通学でイヤホンを使ってて、聞くジャンルはポピュラー、ロック。そして低音が好き。そういう人におすすめ。スポーツとかエクササイズでも使いますね。とにかく自分の元気を上げたい。そういう用途に合ってます。そういう人はぜひハイポックスのイヤホン、検討してみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。